Hiroshima Island with a Japanese report. You can learn about the connection between people, geology, and nature while enjoying. Here I am in Rasabaki Desert, which is the only place referred as a desert in Japan. This time, with a guide, I wanted to come to Rasabaki Desert, but too bad condition. So we decided to go back a couple hours later to see if the weather comes back. And here we are, Otima Park Zoo, and the best part of this is it's free for everyone! いつもこいつが逃げて向こう側にいる上の方にいるのになんでか今日は近寄ってる。おお、すごい近い。すぐまで来た。すごい。なんでおはようってなんで近寄ってきたの。いつも逃げるの。いつも逃げるんですか。いつも逃げてくるの。鶴こんな間近で見たことないな。すごい、もうなんか触れるぐらい近いですね。コウモリってこんなふわふわ。あ、おはよう。いる？普通に歩いてます。普通にいるじゃないですか。いや、普通にいる。今多分下の方に入ってる。おはよう。お邪魔します。あ、そこにいた。うん。おはよう。どいてくれ。やだ。おお。はい。はい。ありがとうございます。大丈夫です。嘘。私ずっと岩かと思ってたけど亀じゃないですか。こんな大きいの？この手前の顔赤ちゃんですか？うん、まだ小さいですね。おお。どこ？操るは全然動かないですね。面白い生命体。これ全然人間と違うの。怠け者。すごい、クマだけどクマじゃない。距離感が近い。めちゃくちゃ近い。ぬいぐるみみたい。お店で売られてるぬいぐるみみたいじゃないですか。可愛いじゃないの。はい。はい。お前しまくるからいいや。わかりました。名前呼ぶ。本当だ、帰ってた。目が合ってます。私正直動物園ってあんまり好きじゃないんですよ。なのにめっちゃ楽しいです。ワオキツネザル、この子たちはもう映画のマダガスカルって見たことあります？それその子？その子めちゃめちゃ踊るですね。はいはい、そうです。アクサに行けるしね。ぐっとりしてるけど。This zoo is very close from the entrance to Rasabaki Desert, so if you have some extra time, I highly recommend stopping by. 出てきた。ありがとうございました。最高でございます。カレーを、はい、独身寮のところで焼いて、はい、食べてたら2週間になりまして。楽しみです。はい、お願いします。お願いします。はい。こんなんだったんですか？はい。覚えてるもんだって、これ落ちてたの。これ。ストーブが。落ちて。真っ白だったんですけど。うわー。すごい。全然違いますね、景色が。幸せ。
省とか環境省とか観測機器をすごく置いてるんですね。うーん、ここあれですね、風がやっぱり少ないですね。あ、全然違う。しかもここ電波通ってますよ。地熱、すごいすごい、大島が生きている火山っていう、生きている火山っていう証明なんですね。うわーうわー、すごいすごい、本当にすごいのとか、はい、硫黄の名前なんですね。そこまで強い硫黄ではないですけど、すごい、生きてるって感じします。一気に生きてるって感じし、あったかー、びっくり、火山登ったの初めて。本当ですか。はい、これが自然に体験できる。やばー、すごい、行かなくてもこうやって体験できるのが大島のね、すごいところですよ。すごい、でも小さい頃からこういうのに慣れ親しんでたら地政学とか興味持ちそうですね。でも小さい頃はまた興味持つね。ああそうか、やっぱり。I'm gonna get closer. I'm gonna get closer. Really beautiful, isn't it? Wow. Uh-oh. Didn't bring my chocolate.
Tomorrow I'm heading to another island. Ship will leave at 5 a.m. so gotta wake up at 3. Let's see if I'm able to wake up.